麺の入ったスープで満たされた SCP-348。アイテム番号。SCP-348。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-348 は保管サイト、19の標準ロッカーにて保管します。SCP-348 を使用して実験を行う場合、レベル3以上の職員の許可、及び被験者の詳細なリストを提出してください。説明。SCP-348 は、直径およそ20センチメートル、高さ9センチメートルの白い陶器製のボールで淡い水色の花模様が描かれています。制作者を示す表示はありませんが、ボールの側面には、あなたのことを思っています、を意味する漢字が刻まれていることが認められます。軽微な病気や怪我、軽い咳、鼻水、擦り傷など、が認められる被験者と対峙した場合、SCP-348 は自身をスープで満たします。スープに含まれる具材は多彩ですが、若い被験者、4歳から18歳までの男女、による実験において被験者は一貫して次のように述べています。SCP-348 のスープは好ましい食べ物であること。被験者の父母が作った料理を思い出させるということ。静止されない限り、被験者は SCP-348 により生成されたスープを完食します。SCP-348 のスープを食べた未成年者は多くの場合満足感を示し、一人で食べているにもかかわらず孤独を感じないと述べています。ホイ SCP-348-1 SCP-348 は在住の児童についての噂をきっかけに回収されました。当該の児童は病気や怪我に対して著しい回復能力を示したため、財団の注意を引きました。調査により、当該児童が屋根裏部屋で最初に SCP-348 を発見したこと。その後児童の両親から十分な関心を受けられなくなったため SCP-348 に依存するようになったことが明らかになりました。児童の両親、父母ともにフルタイムの労働者は子供との関係についてコメントすることを拒否しています。そこで、新しく発売される食品の成功を占うテストに偽装して、公立学校に通う未成年者を対象に実験が行われました。ホイ SCP-348-2 本実験では、SCP-348 によって生成されたスープが消費されると、しばしばボールの内側にメッセージが出現することが観察されました。メッセージはボールの模様と調和するデザインで表現され、陶器にプリントされているように見えます。メッセージはスープを消費した人物が最も慣れ親しんだ言語で表示されます。数時間の後、または SCP-348 が次のスープを生成するとき、メッセージは消失します。実験記録 SCP-348-1323 被験者8歳女児、喉の痛みを感じる。家庭は異形両親と同居、家族関係は良好。結果30分でスープを完食。食後、喉の痛みがなくなったと述べた。被験者10歳男児、軽い打撲傷が見られる、自転車に乗った際の怪我。家庭は異形両親と同居、しばしば言い争いをする。結果メッセージ。ちゃんと毎日歯を磨くんだぞ。被験者11歳男児、軽い風邪の症状が見られる。家庭は異形養父母と同居。結果メッセージ。あなたが幸せで嬉しい。被験者9歳女児、軽い風邪の症状が見られる。家庭は異形両親と同居、両親は癇癪持ちの傾向があるとされた。結果実験中及び実験直後に変化は見られず、被験者はスープを特に好んでいる様子ではなかったが、食後代わりを要求した。その後の継続調査では、被験者は風邪の症状から通常想定されるより早く回復している。被験者6歳男児、軽い擦り傷が見られる、友達と遊んだ際の怪我。家庭は異形両親は離婚しており、現在は母親と同居。結果メッセージ。坊や、すまなかった。被験者7歳女児、咳をしている。家庭は異形母親、祖母と同居、父親は交通事故により死亡している。結果メッセージ。君を愛しているよ。ホイ SCP-348-3 本実験では、18歳を超える被験者が SCP-348
348が生成したスープを食べる場合、被験者はスープを完食しない傾向にあることが明らかになりました。被験者の一部は、なんとなく物足りない、と訴え、多くの被験者は、何の変哲もない、スープだったとだけ述べました。18歳を超える被験者を対象とした追加の実験を行った結果、一部の被験者において SCP-348 はメッセージを表示しましたが、その内容は色あせた。疲れた印象を与えるものでした。詳細は実験記録を参照してください。実験記録 SCP-348、2635。中期、100人以上の被験者で実験、SCP-348 のメッセージを受け取ったのは5名のみ。被験者30歳女性、頭痛を訴える。家庭は異形両親との関係は希薄。父親からの職業訓練に関する援助を拒否し、現在一人暮らし。結果メッセージ。どうして?被験者35歳男性、咳をしている。家庭は異形両親は離婚、父親とママ母を月に1回訪問している。実母には会っておらず、これは彼女の要望である。結果メッセージ。これから良くなるさ。被験者40歳女性、喉の痛みを訴える。家庭は異形独立後は父母のいずれとも疎遠になったが、仕送りを続け、両親の入居する高齢者住宅を手配した。父親は最近死去。結果被験者は最初スープを苦いと訴えたが、完食した。メッセージ。ありがとう。被験者40歳男性、軽度の腰痛を患う。家庭は異形父親はおよそ1年前に殺害された。結果被験者はスープを口にした直後食べるのをやめ、スープの味について不満を述べた。その後被験者は軽度の腹痛を訴えている。SCP-348 の内容物を廃棄。直後、SCP-348 は塩水とみられる液体で満たされた。3時間後、内容物は消失。被験者45歳男性、関節炎による痛みを訴える。家庭は異形幸せな結婚。妻、子供と同居。週に1回、家族と共に父親を訪ねている。母親はすでに死去。結果メッセージ。お前を誇りに思っているよ。実験で広範囲に及ぶデータが収集されたにもかかわらず、SCP-348 が表したメッセージが実際に被験者の父親から来ているのか、それとも SCP-348 自身の創作によるものなのかは明らかになっていません。ホイ SCP-348-4 SCP-348 を使用した実験は、末期の病気を患う60歳の男性に対しても行われました。被験者と彼の孫たちは、SCP-348 の生成するスープを、彼が食べたもののうち、最も素晴らしいもの、と評しました。実験の後、被験者は、満ち足りた気分、だと述べ、病気による苦痛が和らいだとも述べました。実験の1週間後、被験者は死去しました。その最後は安らかでした。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。ぜひチャンネル登録、またはお気に入り登録をお願いいたします。